見せ場。今回ご紹介するのは越前市のバー、カクテルバークです。越前市松森町にひっそりと立つカクテルバークは知る人ぞ知る隠れ家的バー。お客さん同士の紹介や口コミで広がり、今年で20周年を迎えました。こちらはマスターの清水英二さん。その気さくで明るい人柄とアットホームな雰囲気の店内は居心地がよく楽しい場所として多くの人々に愛され続けています。どのような思いでお店をされていますか？やっぱ場所が分かりにくいところやから、やっと来てくれたんだから帰りは笑顔で帰ってもらおう、楽しかったよって言って一言を言って帰れるような店を作りたいなと思ってます。ここは一元さんがほとんど来れるような店っていうか場所じゃないんで、誰かに紹介してもらえるのも場所もわからないんで、大切な人をみんな連れてきてくれて、だから結局、優しい人が集まってきて、で初対面でもこう喋りやすい雰囲気になってる店です。もう皆さんのおかげです、はい。カクテルバークではお客さんの好みを細かく聞き出し、その人に合ったオリジナルカクテルを提供。早速リポーターと会話を交わしてカクテルを作っていただきました。じゃあ私に合ったオリジナルのカクテルを作ってもらっていいですか？じゃあお酒は強いか弱いか弱いと言いたいんですけど、結構強いかもしれない。フルーツ系がいいか、ウーロン茶系がいいか、牛乳系がいいか。フルーツ系で。好きなアルコールってある？ウォッカ、ジン、テキーラ、ラム。でもあまり癖が強いのは苦手なの、さっぱりと甘い、はい、で、ジン使います。はい、これは白酢。こんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ私に合ったカクテルということで、オレンジブロッサム風のオリジナルカクテルを作ってもらいました、はい、じゃあいただきます。美味しいですね。すごい。全然お酒っぽくないです。それがやばいねたくさん飲むと酔っちゃうパターンですよね。10度あります、10度もあるとは思えないぐらいすごく飲みやすいですね。オレンジとシロップだけですよね。でもなんかヨーグルトのような味も、それがガムシローと混ぜ合わさって、はい、空気が入るとどうしても口当たり変わるんで、それでそんな風に感じる。すごい、すごく美味しいですね。飲みやすいからどんどん飲んじゃいます、そして鮮やかな青が夏にぴったりのバークオリジナルカクテル天美薬を作っていただきました。これはお客さんと合同で開発しました、それはバークさんオリジナルのカクテル、はい、ということでお薬ですか、はい、ちょっと苦味あります。ライチですね、夏らしくて、ね、美味しいですね。ただカクテル屋さんってメニューじゃなくて、店の人と喋って、あんなのが飲みたい、お酒強くしてほしい、弱くしてほしいって言えば言うほど、それに合うものを作れるから。じゃあバーに行った時にはこうやってマスターと仲良くなって、美味しいの作ってもらった方が。言いたい放題言って。バークではこのほか日本酒やウイスキーなど様々な種類のお酒が楽しめます。ぜひお気に入りの一杯を見つけてくださいね。そしてお酒に合うおつまみの中で人気なのが自分で焼くことができるたこ焼き。天かすと大きなたこがたっぷり入ったマスターこだわりの一品。出来たて熱々のたこ焼きがお酒によく合います。香ばしい香りがしますね。熱い。すごい。外がカリッカリで、中がとろっとして、そうね、タコもプリプリですね。お酒が進みますね、これもまた。なんか熱いでビールが進む。本当ですね。たこ焼きのアルバー、最高です。ありがとうございます。カクテルバークのここに注目。
お店の魅力の一つが毎日日替わりの突き出しです。洋風、和風、中華風と毎日違った味が楽しめます。美味しい突き出しでお酒もどんどん進みますね。また店内にはスナックコーナーを設けるというユニークな取り組みも。お客さんのご要望で種類が増えていくのだとか。お酒にぴったりのスナックを見つけてみてはいかがでしょうか。ゆるい感じでお待ちしておりますので、美味しいアルコールが飲みたくなったらぜひおいでください。お待ちしてます。